時間だよ。はい、ということでブルー、あ前回の終わりでね、ロケランをチュドンってしたタイミングだったから、すでにここで焦げ焦げになってるよね。で、立ち上がるかなと思ったやつももうすでに、焦げ散らかしているということでね。ようこそいらっしゃい。チェーっと危ない危ないね、そんな感じだよね。もう焦げ散らかしてるよね。まあいいよ。ふい、あらだ、これゾンビがじゃあ入ってくるところでしかないっていう感じか。オッケーオッケー。じゃあここにもいらっしゃるので、ふい、で外に出たとってもうここにゾンちゃんはいないもんね。まあ、なんかちょっといつもと違うルートから行ってみようか。上から行くとこれあれなんだよね、裏辺でしかゾンビが出てこなかったんだっけ。なんかここでゾンビがなんか2体くらい出てきてたような記憶があったんだけど、あそこら辺は関係ないか。よし、じゃあとりあえずくる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 回して3階の裏でね、あのなんかよくわからない備品倉庫的なところでイチャイチャこいてるゾンちゃんたちをね、ハゲとグレンがなんかイチャコライチャコラしてるからね。これ下行きたいところなんだけど、下行ったとって残念ながらまだ鍵がないから入れないっていうオチなんだよね。よし、じゃあ登っていって、でここで、あーなんかあれだよね、挨拶代わりになってるよね。うわー、なんかやっぱロケランぶっかましてグルグルってなるとどうしてもこうなんだろう、処理落ちが激しくなってパソコンだから余計になんかブル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 してる。あ、まだいるんだ。おはようございます。いるかな。あとはほんともう肉片って感じ。なんか今プル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 してたけど大丈夫。はい、足だけがちぎれてこうあるとなんかすごいかわいそうな気がするよね。でも僕も散々ねこやつに苦しめられたからね、復讐をしていかなきゃいけないですからね。とはいえなんかまあビビりだから復讐しつつもダメージを受けたら、あー痛い、うん、あーティー、これほんと落ち、自分の顔面とか体に落ちてきてたらほんともう大惨事だよね。こうそういう意味でもなんかこういうなんかねゲームとかさ映画とかの主人公の人たちってこう運がいいって感じだよね。さてさて、じゃあ、地下で、まあちょっと密室でね、今度はね、イチャイチャしてるね、ほんと多分、バイオ2の中でも、最もセクシーでエロくて、スタイルのいいゾンビがいた気がしたんだけど、まあなんかちょっと消えてなくなったよねっていうところだね。いや、そんなゾンビはいなかった。あ、でも実際このゾンビが出てくる場所って、ここと、あとなんかレオンじゃねえ、クレア、あ、もう、かわいそう。クレア裏辺の、あ、路地裏から孤児院に行くところのタイミングとかなんかそのくらいかなっていうところですね。さてさて、じゃあ初対面かなで行って、よし、 OK、 じゃあ初対面しましょうか。よし、来い。あれ、あ、ミスだ火止めてなかった、危ない危ない誰も来ねえよっていうね。だからこれあれだよね、火止まるまでこうずっと白いコートを着た変態紳士さんがずっと待ってるっていう状態なんだけど、あいつ動けねえの、俺どうやって中入ったらいいんだ、さすがに火の中じゃ俺行けねえよって。はい、オッケー、あら、あー、ちゅちゅちゅ、歩いてきた瞬間デュー、お疲れ様です。いやー気持ちいい。離れておく。もうこいつに散々どれだけ苦しめられてきたか、本当もうこれまでの中も本当にあれだよね、復讐だよね。いやーこれ取得してよかった。もう本当にもう遠慮なくもう心の底からボッコボコにしてやるよ本当に。だけどさ、いつこうねずっしんずっしんって現れて出てくるかっていうのがわからないからさ。はい、これでまああれ、まマフィ、あ、起き上がった。起き上がった。だけどまあね、やばい、パソコンすっげえカッチカチ、必ず止めてみせる約束しますあ、直撃させたつもりだったんだけどな、ちゃんと形残ってるな。
メだ。形残っちゃダメなんだよ、君は。オッケー。で、そろそろ来るかな。あ、でもまだ倒、あ、でもまあ多分もう動いてるんだと思うけど、ここは、なんか、かもしれないかな。いた？え、オッケー。焦げ散らかして、爆発散らかして、で、お邪魔します。あ、ちょ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 。そうそう、鍵、鍵。で、なんか大体ここに入ったタイミングか、もしくはあの、戻るタイミング、受付に戻るタイミングでなんか現れる確率が非常に高いっていうところなんだけど、もうでも、怖いものなしだよね。大体この中でずっしん、ずっしんって現れてるかと思うんだけど、ほら、来たよね。はい、おやすみ。もうほんと、あの、通常プレイの時、こいつほど怖いものはないからね。あの、ネメシスとか意外と怖くないんだけど、こいつの場合、その、行動範囲がね、ほんと、無限だからね、セーブポイント入らない限り無限に追いかけてくるっていうところがあるから、ほんとに怖いんだよね。あと、音楽が急にね、トゥ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 チッツ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 ッって変わるからさ、これ今日多分あれだな、地下まで行けるんじゃないか、もしかしたらこのペースだったら。OK。あ、そうそう、ちょっと今更ながらお知らせっていうか、あの謝罪になるんだけど、もうこれだ多分、まあ、ダウンロードコンテンツが終わって、まあ、ちょっと若干取りだめしちゃってるところはあるんで、これ今10月末くらいに撮ってるんですけど、10月28日からそのダウンロードコンテンツをやりますと。いける？来ない？いける？来ない？そう。ダウンロードコンテンツやりますと。で、そのダウンロードコンテンツが終わってからこれが今配信をしてると思うんですけど、ちょっとなんかあのバイオのそのミランダフルボッコタイムの作品をやってたと思うんですけど、あれが終わっ、すごいね、バグり散らかしてるゾンビたちいる？あ、いたいた。あ、ちょちょ外した。これで食らってくれてないかな。扉閉まったね。あーってことは閉まったな。抜けてきたな。こっち向かってきてるね。待ってみる？よいしょ。待ってみようか。多分ね、近々訪れると思うんですよ。あ、そうそう。で、ちょっとそれまでの期間、ちょっと実況を撮ることができなかったので、まあ一人でベラベラ喋る、また心理学とかコーチング系のシリーズをちょっと2週間ほど流させてもらったんですが、まあだから、急にバイオじゃない。なんか作品が流れてきてどうしたんだって思ったかもしれないけど、まあもともとああいうのを僕もずっと配信をしてて、でまあそういうのをいろいろと情報を仕込んだりとかするのすごい楽しかったんですけど、まあそれはなんかこう自分のなんだろう、ライフっていうか、まあ生活だったりとか、まあ仕事とかの分で、まあ生かすっていうことだけに生かして、まあ情報発信やめちゃったんですよね。で、普通にバイオを中心としたゲーム実況ばっかりをやることにしたんで、まあ、またああいうのを見て、あ、なんか久々に見たなっていう人もいれば、あれ、なんか急にガラッとゲーム実況やってたのに、なんか うんちくたれ始めたぞこいつって思った方もいるかと思うんですけど、もともとああいうのやってて、でもしね、そういうのも面白いなっていう方がいらっしゃれば、ぜひコメントとかね、ツイッターの DM とかで教えてもらったら、そっちの方の配信とかも喜んでやりますんで、まあ準備がね、ゲーム実況と違ってかなり周到な準備が必要になってくるので、まあで定期的にできるかどうかっていうところはまあ微妙なところではあるんですけど、まあ、すぐポン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 配信できるかっていうと、不定期にゲーム実況中心になるかもしれないんですけど、まあ、一応そういうのができますよっていうことなので、まあ、そこはぜひコメントで教えていただけたら嬉しいかなというふうに思います。ということで、そんなこんなしているうちに時計台がゴン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 なったんでね、まあ、始末書を書きつつ、まあ、手に入れて、多分出たらなんかやつが待ってるんじゃないかなと思うので、まあ、やつちょっと迎えに行こうかなと思いますね。いる？あれ？いない？いない？いる？いない？いない？いる？どこ行った？いるかな？あ、来た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 。さあ、ようこそ。おいで、おいで。うれ！もうちょっと下手くそ！くそ、こいつムカつく。うまいことよけたというか、ただ単に俺が外しただけだった。くそ、やられた。この子だらが、この野郎
ろよくやってくれたら。しまった、回復なしで、あの、ノーハーブクリアでミッション解放しようと思ってたのに、淡い夢は儚く消えてさ。だ、僕がつくからと打ちまくる。起き上がってくるんじゃないこの野郎、バカだね。そう、マジか。ああ、立ち上がった。もう顔休み。はい。寝てろよ。いやー、悔しいな。しまったな。これは相当悔しいざんす、マジで。そう、仕方ないよね。地下行きましょう、もうこのままね。地下行ってさ。で、またやつが出てくるじゃん。そんなの関係ねえって言いながらさ、ボコボコに縛って行きましょうよ。うん。あれ違うな。この地下行ってなかったな。行く？まあ、いいかな。行ったところでポータブルセーフとかそんなんでしょ。そんなの今更手に入れたところで何の意味もないですからね。もう、ムシムシ。いやー、やらかしたわー。ちょっとショッキングだったよね。いやー、これ引きずるわ、次のパートから。まあいいや。スッスッスーのよいよいよいっと。これまた帰ってくるときゾンビ、あ、いたね。はい、いらっしゃいませー。お疲れさんでした。焦げてる。じゃ、このまま向かっていきましょう。久々のね、RE2 になってから急に巨乳化したエイダちゃんに会いに行きましょう。もう彼女のおっぱいをパフパフすることで癒されに行きましょう、本当に。何してんのって思われるかもしれないですけどね。まあちょっとね、あの肩ね、あの、ま、あのメロン型を手に入れるためにね、うん、ちょっと右ばっかり鍛えて、あのすごいバランスの悪いから体になっていくかもしれないですけど、だからそもそもがさ、もうほんとおかしいんだよね。どうなってんのよってね、服の上から包帯巻いてさ、何中二病みたいな、まあ、やった犯人はエイラなんだけどさ。そうじゃあこれでもなんかさ、最初初めてやった時とかなんか適当にやってなんかこちょ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 回してたらいつの間にかクリアできてたみたいな感じだったけど、よくよく考えれば冷静になって回していけば実は案外そんなに難しくないっていうオチだったりするんだよね。うん。で、ちょっと待って、あれ？行ったそばから。で、上回して。あれ？一個だけ？ちょっと待って。オッケー。ね、ほら、簡単だったでしょ。説得力もクソなかもねえや。まあ、まだでもマシだったんじゃないかなと思うけどね。おそらく、エンチェレ。悟りましょう。目玉飛び出るの、ぴょんっていう人がいるけど。パーキングパーミット、駐車許可。ああ、でもそれじゃ。説明にもなってないと思う。ここら辺の話は聞いたってあんまり意味がないんだよね。まあ、これもう一回エイダが聞いてるところ、実は多分まあ小ネタで知ってる人も多いと思うけど、実はあのエイダの近くに寄ってったら、あの このボイスレコーダーをエイダが聞いてるシーンがあるけど、それエイダの近くに寄ってったらエイダが同じこと喋ってるの聞こえてくるっていうね、そういう感じなんですよね。さて、今の話を聞いて一体何を思い、何を感じ、そして、うん、じゃあ続きやっていきましょうか、ね、言葉が出てこなかったんでもういっかと諦めちゃいました。さて、ここ出てくるので、うん、お疲れ様でした。でこっちから行こうとすると左から登場ですよね。あと、後ろからもゾンビって来て、あ、来てるね。あれ、お前なんか隠れてた。すげえ、焦げ焦げ。焦げげっちょん。さあ、来るかな。お前まで焦げてるのか。かわいそう。ごめんね。ちょっと、とばっちり受けてるかもしんないけど、まあ、とばっちり受けるようなあなたが悪いっていうことで。あと、とんでもないこと言ってる。こういうの いじめの加害者がよく言うセリフなんだよね。まあ、僕は逆にいじめを受け続けて
タイプの方なんですけど、うい、さっきは壁ドンができなかったから今回こそ壁ドン。じゃあこれでもやつは倒れてるんでその間に抜けちゃいましょうと思ったけど、こういう時にだけ復活が早いでゴンス。どうなってんの、意外と見ると顔がシワシワなんだよね。そしてここのエイダのハンドリングテクの素晴らしさね。タイラントだけをぶっ潰す、タイラントをぶっ潰す。ほらで本当に本当巨乳化ウイルス注入。これであなたを二度救ったわ。先っぽペロペロしてやろうか。まさか数えてたとはね。これはゲームじゃないの。でもこう意外とあのなんかタイヤちっこいよね、このトラックっていうか。それもない、なんかすごいさちっこく見えたけどね。爆発しました。で爆発してどうや、これもね、ああこれもね、まあその内容を説明してくれ。聞けばいいさ、聞けばわかるさ。なんでこんな済ましてるんだろうね。ここを出ましょう。もっと感謝したまえと思うんだけど。証拠も握ってここまでやって、あなたのことを二度も救ったのよって言うけど、あなたここから脱出する手段を私は与えてあげたのよっていうね。ここまで来るとその地理的にどうなるんだろう。入り口的なところから、その刑務所の入り口的なところから来てたと思うんだけど、初めはそれが今ここだとどこに繋がってるんだって話やね。相当でかい刑務所だと思うんだ、刑務所じゃねえ、警察署だと思うんだけどさ、まあ、ググればいいじゃんと思ってる。拘置所と留置所の違いっていうのがよくわかんないよね。目的の情報はそれか。残念だけど違う。じゃあ早めに、ああすごい走っていける、走っていける。なら君は何を探してる。でもな、ピッチリスーツってかピッチリピッチリピッチリをしているからさ、知らないけど残念ながらプルンプルン揺れることはないんだよね。てかあれやね、 RE2 に出てくる作品自体がそんなにプル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 揺れることがないよね。だってジルですらさ、多分バイオ史上超巨乳は D 夫人を除けばジルだと思うんだけど、プルプル震えないもんね。プルプルさで言ったら、まあ、え、ああ、その RE3 のジルね、リメイク版のジルとかだったら、そのバイオ1の HD リマスターの方とかだったら、プル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 震えたりするしてるけど、RE2、RE3 の方とかだったら、プルプルしないもん、ね。動くな、何もしない。さあ、動くなって言ってんだろうが、最も悲しいシーン一つです。銃を下ろしてくれ。うるさい、さっさと向こうを向いて、今来た扉から出て。こっから出たべ。あんまりそのショットが向けられたらこっちも向ける武器も向けるぜ。黙れ、娘のことはお前には関係ないだろ。どのタイミングでそっちから現れるってさ、カウンターをこうピョンって越えていったって話だね。そんな目立つことしてたら多分剣道も気づくと思うんだけど、ね、ポンコツだったら俺の娘なんだぞ。エイダもういいだろ。セイダウンセイダウン、一個聞いてもいいか。エマ、俺いつの間にこのハンドガン持ってたんだっけ。そこを出るなと言ったろ。マチルダ持ってなかったと思うんだけどな。あれマチルダだったの。三点バーサーが出てるのかマチルダ、ね、まあ、レオンとマチルダ、ね、レオンって映画見たけどな、うん、アンジェリーナ・ジョリーだっけ主人公ね。当時のさ作品結構やばいよね。だって普通にそのモロはなくても12、3歳の年頃の女の子がさ、の脳下着でさ、ちょっとこっちも見えてる状態の薄いシャツ1枚着て演技させられてるって、児童ポルノからしたら今考えたらね、もうむしろアメリカの方が厳しかったりするから、絶対当時の作品今作れって言われたら全く同じ環境の中でできないよね。とかさ、実際に本当にタバコ吸ってたのか分かんないけど、1980年代のさスタンドバイミーって映画あるじゃん。あれなんかもうリバーフェニックスだったりとかさ、タバコをガンガン吸ってるシーンとかあるよね、最初の方とかでね。あんなんとか当時ダメだよね。まあ、あの後から知ったけどジャック・バウアーやってる人が、あの不良のボス出てくるっていうシーンはすごいびっくりしたけど、あこの人だったんだ当時イカツって。まあまあ、あの24でもね出てきてるジャック・バウアーイカついけどさ。娘と二人にしてくれ。いやーどうだろうな。でもこれ娘がもしこういう状態になったとしたら、俺逆に自分が先に死んで娘に食わせるみたいなことしちゃうかもしれないな。彼には
真実を知る権利がある。娘撃てない。だったら俺はもう自分の命を賭して娘がゾンビとしてでも生きながらえるみたいな環境を作ってあげる方がいいかなと思ったりするんだけど、何が起きてるか教えてくれ。皆さんがもしご自身の子供がそうなったらどうします？あんな人たちを救いたくて俺は警官になったんだ、ね、あ、そうそう、またさ、そのスタンドバイミーの話に戻るけど、スタンドバイミー、まあなんか見た映画のウィキペディアでどんなこう補足情報があるかとかって気になるんで、大体見るんですよ、ウィキペディア見に行って。その時に書いてあったのが、もともとスティーブン・キングの小説から映画化されたっていう作品なんだけど、あの映画の方ではその成長した後に何々になった、何々になったとか、まあリバー・フェニックス役の子なんかはその喧嘩の仲裁に入って刺されて死んじゃったみたいなこうシーンとか映画で描かれてたりとかするんだけど、あとはまあなんか子供4人ができてなんか偉くなったみたいなとか、あのまあ主人公4人のね男の子たちがいるんだけど、そのうちのまあ3人は生きてて、まあ1人がその小説家になって、当時その死体を探しに行って楽しかったっていうか、まあ、ね、あの自分たちがどれだけちっぺな存在だったかっていうことに気づくっていう、そういうことを描いた作品だったんだけど、小説版だと書いた人の主人公以外は全員死んだことになってるんだよ、ね、なんか家が火事になって焼け死んだとか。だからスティーブン・キングってなかなかやっぱそういう意味ではやっぱホラーの大化だけあって、結構なんだろうな、科学者がこんなところにいるのか、作品の終わり方をしてるなと思ったけどね。まあ、ということでね、おいおい、下水は公共のものだ、まあ、もう間もなくどうやったらなんだっけ、ワニワニパニックのところに来るんで、ワニワニパニックの手前のところまで行って一旦セーブして、ね、終わりにしたいと思います。瓦礫がボン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 ってくるんですけど、ね、ワニワニパニックですね、はい、ということで、ね、今回も最後まで雑談をつけていただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、あのこの雑談もっと聞いてたいよっていう方はですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、あの応援とお待ちいただけたらというふうに思います。ということでね、本日は最後まで動画ご視聴ありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。これで多分いいかな。はい、ではまた、バイチャン。